ヤッポガオサンルタマネヒッパタボディコンを撫でるダンディシャンパンの雨降るバーディ世界はまるでキャンディ桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組や桐生一馬に手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです。親父、連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。クゼと阿波野にはできなかった。俺にはさらにこの次、立花が桐生をどう動かすかも分かります。なるほど、もう久世と阿波野に遠慮する気はねえってことか。渋沢からの一壺は俺のこの手で差し出しますよ親父。いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ国道相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに東条会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東条会に迫りたいと言ってたな。そのために空の一粒が必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一粒を狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする。俺は何をすればいい。それなんですが、昨晩ようやく空の一壺の所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか。おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題は
その渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。近江連合、奴らも空の一つも。ええ、その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。え？小田も言ってた、ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア外を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言うが一人ででも蒼天堀に行く。空の一坪の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ、ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に空の一坪を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、小田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ、私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。桐生さん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。ああ、あんたらはアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんのお店に来てもらえますか。私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目代行が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。分かってる。それじゃ後でな。Oh.
佐野。何？